小泉慎二郎、レジ袋有料化への恨みは総裁選に影響するか削減できるゴミはごくわずか。もっか、自民党総裁選の最有力候補とされている小泉慎二郎氏の政治家としての実績は何か。写真、はこんなに綺麗な人がこの世にいるのか。慎二郎氏の対抗馬、石橋は境内時代、妻、 よしこさんに一目ぼれしたという、セクシーといった発言を除き、多くの国民に多大な影響を与えたものとして挙げられるのは、何と言っても環境大臣時代のレジ袋有料化だろう。従順な国民性ゆえに、その方針はあっという間に広まり、レジで袋は有料になりますがいかがいたしますかと聞かれることが当たり前になってしまった。 しかしながら、これが環境にどのような影響を与えたのか、どういう効果があったのかはさっぱりわからない方が多いのではないだろうか。新次郎氏の和法を借りれば、レジ袋有料化ということは、レジ袋はただじゃなくなったということ、といった程度の認識が定着しただけ、というあたりが現実ではなかろうか。 これによって不便が増した恨みを忘れないという向きも少なくない。もっとも、こうなることは彼がこの方針を打ち出した時から分かっていたことである。以下でご紹介するのは週刊新潮2020年7月16日号掲載の記事。この問題及び小泉氏の本質が分かるテキストだ。日付や年齢、肩書きなどは当時のまま、 アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。今月2020年7月1日からスタートしたレジ袋の有料化は、海洋汚染や温暖化を防ぐために、プラゴミを削減することを目的としている。旗振り役を務めるのは近頃、影の薄い小泉環境省である。政治部記者によると、滝川クリステルとの結婚に、 38歳での初入閣。年始の第一子誕生とニュースにはことかかないのに、長田町での存在感はほぼ皆無。最近の話題といえば、ゴミ収集作業員に向けて、ゴミ袋に感謝のメッセージを書き込もうと提案して失笑を買ったことくらいです。そんな小泉氏にとっての急務は、環境省として実績を残すこと。とりわけ、 レジ袋規制の PR にはかなり熱心です。もっとも、小泉さんが、打倒、パプリカ、を掲げたキャンペーンソングは、幸せなら手を叩こうの替え歌で、レジ袋はいりません、と歌い上げる幼稚園児向けの代物でしたが、どう、今回のレジ袋規制に先立ち、昨年末に霞ヶ関のコンビニを視察に訪れた小泉氏。 2016年の熊本地震の被災地で使われたブルーシート製のマイバッグを持参するなど、やはりイメージ戦略には余念がなかった。しかし、一般社団法人プラスチック循環利用協会の担当者によると、日本国内のハイプラスチックの排出量は年間891万トン。 そのうちペットボトルやコンビニ弁当の容器などを合計すると423万トンで47.4%を占めます。一方、レジ袋は20万トンです。つまり、日本からレジ袋が消えても、削減できるのはプラゴミ全体のわずか2%に過ぎないのだ。スケープゴート、レジ袋有料化などを審議した環境省の専門家委員会の委員であった、 東京農工大学の高田修茂教授が言う、ハイプラスチック全体から見れば割合は低いものの、レジ袋に含まれる有害物質は他のプラスチック製品の10倍に及ぶため、今回の有料化に環境汚染対策としての意味はあると考えます。ただ、問題はレジ袋をスケープゴートにしてペットボトルや食品トレイが規制を免れている点です。 その背景にはメーカーや経済界の反発がある。2%だから意味がない、と断じるのではなく、レジ袋規制をきっかけに、他のプラスチック素材の使用を減らしていくことも考えてもらいたい。それは当の小泉氏にも言えるようで、戦術の視察で購入し、エコバッグに詰めたのはそのペットボトル。しかも、 ブルーシートの素材もプラスチックです。再利用だから環境に良いというわけではなく、使い続ければ微細なマイクロプラスチックが飛散して海を汚しかねない。エコバッグにはコットンのような天然素材を使うべきだと思います。どう話題先行で本質が置き去りに、プラゴミ対策は大臣と同じ課題を抱えていたのである。 アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。話題先行で、本質が置き去りに、とは、総裁選での小泉氏を言い当てた表現のようでもある。国民生活に多大な影響を及ぼした政策への受け止めは、総裁選にどのくらい影響するのだろうか。デイリー新潮編集部。